ダイハツからダイレクトメールが来ましたダイハツ社にお乗りいただいている大切なお客様へ平素はダイハツ社のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げますこの度は。 皆様方の信頼を大きく裏切ることとなり、心よりお詫び申し上げます。2023年12月20日水曜日、大発工業は、性関連の調査を依頼した第三者委員会より報告書を受領し、国土交通省を裏に製材産業省へ、今後の対応と合わせて報告いたしました。調査の結果、64車種3エンジン、生産、開発中及び生産終了車種の合計で性行為があったことが判明し、 現在国内外で生産中の全ての大発開発車種の出荷を一旦停止させていただく旨を公表させていただきました。自動車メーカーとて根幹を揺るがす事態であると大変重く受け止めており、また、そのような行為が行われる環境を生み出してしまったことの経営責任は大きいと深く反省しております。なお、第三者委員会の調査の過程で不正の恐れのある車種について当社として安全性を 環境性能は放棄基準を満たしているが、一つ一つ社内で技術検証、実写試験等を行い、外部の第三者認証機関にもご確認いただいており、すぐにご使用を中止いただく必要がないことを確認いたしております。一方、検証を行う中で、キャストの側面衝突試験における乗員救出性に関する安全性能、ドアロック解除が放棄に適合していない可能性が判明いたしました。現時点で、 本件に関係する事故情報は把握しておりませんが、徹底した技術検証と原因究明を行っており、速やかに必要な対応を実施してまいります。今後、第三者委員会の提言も踏まえ、再発防止を徹底し、臨床業務の見直しに止まらず、コンプライアンス意識を脱出とした表風土への抜本的な改革に取り組んでまいります。お客様をはじめとするステークホルダーの皆様の信頼を取り戻し、今一度、日本の国土、 道にあった国民の足を提供できるメーカーとなるべく、トヨタから全面的な支援を受けながら、会社再生に向け、全社を挙げて取り組んでまいります。本件に関しまして、お客様には大変なご迷惑をおかけし申し訳ございませんが、何卒ご理解、ご対応を賜りますと幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。2023年12月、ダイハツ工業株式会社、 奥平宗一郎。